いろいろシャフト使ってきたと思うんだけど、うん、今何使ってる？今は、TP TP TP7X。 はいはい、偶然俺も TP。 あれいいよね。いい。でこんなものがまたあるわけですよ、過去の。そうそうそう、あの、まあ、シャフト遍歴というか、うんうん、原口哲也、ツアー AD ヒストリーなんだけれども、もともと DI がすごい長かった。そうね、これあの園田俊介プロなんかもそうだし、多いよ ね、 ね、圧倒的に多いと思う。あと世界で戦うあの人もそうだし、うん、ね、タイガーが強かった時もこれ使ってたイメージもなんかあるよね。ポスターとかまたすごい目立ったよね、うん、これね。え、DI のどういうところが気に入ってたんですか？なんかね、その性能は、うん、シャフトそのものの性能ってあんまりほら分かんないんだけど、うんうん、自分が振りやすい、自分の振りたいように振らせてくれる感じはすごい感じる、うんうんうん、まあだから何にもしない感じ、それが好きで、うんうん、まあ何て言うんだろう、自分優位というか、うん、シャフト優位じゃなくて自分優位で振れる、自分がやりたいようにしっかり反応してくれるっていう、うんうん、確かに。でもね、これ使った時はさ、うん、若かったのよ、元気な時俺が。ああ、なるほど。バリバリ元気な時、うん、それでこの TP 行った時はさ、ツアー出てると PT ね、ああ、ごめんごめん、PT 行った時、うん、お前も多分分かると思うけど、うん、疲れてくんじゃん、体が、うん、もう言ってたよね、なんか帰りたいって。いや、僕はもうあの適性がなかったんですよ、だから体力がなくて疲れちゃう。でも絶対誰でも疲れてきたりするときに、うん、自分優位じゃなくてシャフトのサポートを求めて出してきてくれた、うん、くれたんだよこれは、はいはい、で打ったら、うん、すごい楽にコントロールもできるし飛ばせた、うん、でも最近元気なんだよね。あ、トレーニング、ね、体作りもしてしっかり、ちょっと物足んなくなってきて、うん、それのちょうどいい感じのとこがさ、うん、TP を。なるほどね、これ、うん、まあ、最新作2017モデルだけども、うん、もうこのベースはちょっと似てるっていう話を、あ、そうなんだ、聞いてありました。 DI のベースで、で少しこうテーパーがかかって、うん、DI よりもちょっと動くように感じる場合もあるということなんだけれども、でもさっき言ってたそのシャフト優位よりも自分優位っていうふうに言ってたけど、うん、人によっては、あるいはその、ね、そのゴルファーの層によっては、うん、シャフトがもちろん助けてくれるっていう使い方もするじゃないですか、うん、だって DI だってあのフェアウェッドとかに女子プロが入れてたり、うん、あのスペックによってはね、うん、っていうこともあるんで、シャフトが何かしてくれるか、あるいはあまり余計なことをしないかっていうふうな、まあ、捉え方をするわけじゃないですか、プレイヤーって。でも TP なんか僕が感じるのは、うん、まあ、ちょっとこう動いてくれるように感じるけど、動くよ、うん、動くんだけど、その、うん、動かない、まあ、動く、動く、うんうん、その中間ぐらいなら、なるほどね、そういう意味ではすごい扱いやすくて、うん、サポートもしてくれてるから、うん、今はすごい気に入ってんの、はいはいはい、でもこの性能を知った上で俺はほら、うん、こう変えてったわけじゃなくて、現場で俺の体調見ながら、うん、スイング見ながら、うん、今だったらおそらくこれが合うだろうって、うん、サポートの人たちが出してきてくれたシャフトがこういう順番たまたまなったってだけで、あ、まあ、そういうサポート力はそのやっぱりグラファイトの強さ、うん、同じシャフトでも長く作ったり、うんうんうん、チップカット多めにしたり、チップカットってのは先 を、うん、先をね、ちょっと切って切ったり切らなかったり、うん、もう何十通りもこう素早くサポートしてくれた結果が、まあ、一応18年ツアーにいられたっていう結果になってと思う、うん、なるほどね。ねえ、これでも DI 来て PT、TP ってこのなんかここ全然違うから、全然違うシャフトとかっていうのは打ってみたりもするわけですよ。でこれと真逆だったら、まあ、例えば
DJ だとか。あ、歌歌う、うん、でも DJ がどういう風に動くかは俺分かんないけど、うん、その時の自分にはそう、やっぱり玉筋に顕著に現れるから、うんうん、あ、今の俺にはこれが合ってるって結構捕まる感じ、捕まっちゃうんだよね、うん、だからもしかしたらさ、うん、オーガスタ行ったらいいかもね。オーガスタ行ったらいいかもね。全部左だ、捕まえたいからね。その時はまた用意してもらおう。その時はね、あのほら上田の高橋さんいるからさ、高橋さんにお願いしてこれね、うん、電話してさ。なるほどね。まあね、会場でそうやってね、サポートして、あの高橋さんとかフラファイトの人たちがサポートして、まあプレイヤーたちにこう意見を言って使ってもらって、フィードバックしてもらって、どんどんこういいシャフトが、うん、まあ、出てるわけなんだけどね。そんな、まあ、ツアー今年も始まって少し時間が経ってるけど、うん、まあ、いろんな選手いるじゃないですか。若手も多くて、あの、まあ、すごい若手じゃなくても若い層の中で、うん、この人は注目だって人誰がいます？この人はっていうか、やっぱり俺がツアーに出てた時、うん、によくやってた、まあアメリカではドンファン、うん、ドンファンね、ほら今年も日本、ね、ちょこっと出たりして、ね、まあ頑張ってるし、うん、ドンファンにはとにかくアメリカシード、うん、ツアーカードを取り直す、うん、もしくは優勝してもらいたいのと、うん、で園田俊介、うん、毎日一緒にやってた園田俊介、うん、長野龍太郎、うん、小平聡には、うん、もう若手とはいえもう中堅だから、もう彼らにはもうぜひ、ツアーを引っ張ってもらって、うん、脂の乗り切ってる今状態だから、うん、そこに俺は殴り込んでやっつけるっていうのが目標かな。なるほどね。そうだね、小平選手なんかね、昨年そう、まあブレイクって言わない方がいいな、プチブレイクぐらいして、うん、まだこれからどんどん出てくるんだろうけどね。え、まあ園田選手もね、まあ勝ってはいるけど、もっと3つも4つも本当は年間勝ってほしいぐらいじゃないですか、うん、まあ思い入れ的には何勝でもできると思うしね。え、長野プロなんかその余るポテンシャルすごいじゃん、うん、もうあれだよね、ガンガン行く感じ、もうほんとそのまま行ってほしいよ ね。うん、そうですね。まあその他にもね、いろいろね、今年結構出てきそうな、ね、星野選手とかね、ん、星野陸也選手とか、ああ星野ね、若いよね、あの子飛ばして、あの、まあ、本当に注目されてる選手たくさんいるんだけど、まあじゃあね、長野プロ、園田プロ、小平プロ、あと海外ではドンファン ね、 ぜ ひ、 ぜひ頑張ってもらいたい、ね、僕もあのたまに会場にフラッと遊びに行く時あるんで伝えておきますよ、ね、だから多分そうするとあいつら生意気だからかかってこいよって言われると思うけど大丈夫？いやいや、もうそのためにもう準備しとくよ、うん、なるほどね。じゃあその、 あの前に来た時言ってたそのフィーリング良くなってるっていうのをあのしっかりあの作り上げて、ぜひちょっとツアー戻ってくださいよ。そう ね、もう2時だよ、大丈夫？いやもう寝るよ、ね、もう明日からまたちょっと練習しっかり頑張ってやってよ、たまに誘ってよゴルフ、はいはい、ね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ていうかさなんでお前バーテンやってんの？なんででしょうね。